とわかと。今回リサとワッカがやってきたのは江ノ島。これ置かせて。何それ、ひなたぼっこ。あと走るよ。兄さんで来ればよかった。よしよしよし、こっち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 。汚いね。ご機嫌だった。めちゃくちゃね。さて問題です。この動画の中で輪っかは一体何回転がっているでしょうか。数えてみてくださいね。なんか大きいのある。あ、ねえ輪っか入ってるよこれ。なんかいるよ。食べてみる？ほら、開いてないもん。生きてんじゃない？戻してあげる？聞かないんだけど。なんで転がったの？リサとワッカと。海で一遊びしたリサとワッカは江ノ島の入り口に到着。ごめんなさい。アイスモナカの小倉ください。江ノ島モナカの6個入りください。よし。
それがあそこに入ったら願いだ。いくよ。ありがとう。探して、こんにちはって。すぐ転がるんですよ。遊んでほしいんだよね。かわいい。ちょっと触ってもいいですか。くる、くるちゃん。ここまでで輪っかが何回ゴロスリしたか分かりましたか？次回のリサと輪っかとは、眺めのいいレストランでお昼ご飯、弁天丸が結構、江ノ電にも乗ったよ、をお送りします。またね。